行くぞみんな。
続けていこう。君がいてくれてよかった。
無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。続けていこう。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。
理しちゃダメだよ。ちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷、え、元気がないって。来てくれてありがとう。あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが、その被害がどんどん大きく、このままだととんでもないことになり、情けない話、今のリベリオンズじゃこれ以上被害が増える前にこの子たちをデジタルワールドに、デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私デジモンたちを保護して、デジタルワールドがそんな状態じゃ一体どう、そしたらオメガモンがね、次元の扉が開いた時に今はそれぞれに思惑があるんだろう。彼らを探し出し人間徳は困難だとしても、彼らはきっとノキアの強いロイヤルナイツに従う一体でも多く、そうなればというわけで、っていうか出番しょ。ふふん、君ならそう言うと思う。じゃ早速ロイヤルナイツの居場所を特定す。だよね、京子さんまだ帰ってきてないんだもん。ふう、せっかく上がったテンション。いないものは仕方がない。私が他の、え、気配、我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大、作為的に気配を隠さない限り、おおよ、さすが。じゃあ最初からそうすればいいのに。すまん、向き合おっと、早速気配を、向こうの方角って、そのようだな。デュークも抜け合います。君も向かってくれ。説得が通じなければ最悪の、
あれはデュークモンの気配を感じた。まさか一番最初に会うのがお前。デジモンだけでなく人間の子供まで。オメガモン、貴様はロイヤルナイツとしての。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら説得。オメガモン、このような人間に加担するとは。デュフトモン、お前はイグドラシルの意志を自分の都合。人間世界を。やはり貴様とは我は我のやり方で。ねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために。私計画通り。それじゃあ今までのことは全部あんたが。ロードナイトモンをこの世界に送り込む。これこそドリフトモン。崇高なる意志を邪魔する者を。やめてよ。あんただってロイヤルナイツなんでしょ。オメガモンの仲間なんでしょ。どうして仲間同士で争う必要があるの。人間風情は。人間とかデジモンとか私たちはもっと分かり合えるはずだよ。人間死に急ぐか。そこまでだドゥフ。デュークモンか。その娘の言葉一理ある。デュークモン、デジタルワールドがイーターに食い荒らす。無論片時も忘れたことなどない。よかろう。ここは引いて。だが我が負けが。それじゃあ全てイーターに食い尽くされた。そんなおめだ。我らロイヤルナイツはデジタルイーター発生の原因となった人間に対しても。だからこそ彼らは必要なまでにイーターと人間を。デュフトモンと彼に賛同するロイヤルナイツたちが。どれくらいの数のロ。少なくとも半数以上だ。迷いがあるもん。無論おそうこなく。次元の扉が閉じたことでデジタルワールド。おそらくデュフトモンたちがすぐに動くことはないだろう。彼らが本格的に動き出す前に。でもさ、デュフトモンに従うデジモン。ああ、しかしできる限り説得。我が盟友デュークモンのように。そうだな。憎しみにのみ囚われていては選ぶべき。私も君が言っていたようにまず人間を。さて、引き続きロイヤルナイツを探す。他のロイヤルナイツの反応は各地に散らばっている。オッケー。そう、私たちも誰か見つけ。
兄の言う。私は今まで兄の世話をしていても、どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありま、それが当たり前になってしまって。でもこの間あなたから兄の言葉を、悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄、私はエデン、それに助けてくれたお礼まだできてませんから、今度は私があなたを救う番で。付き合わせてしまってよかったら。そうでしたか、あの山品さんが。わかりました、山品さんの病室は。誰だお前は。ここにいましたか。何なんだ君たちは。いつ、8年前何かがあった、覚えてない。思い、大丈夫ですか山品さん。私は神城の関係者です。神城、そうだ、私はそこで。頼む、私を研究所に。え、なぜ。あ、行かなければ。あそこで行ってみるしか。研究所に。そうだ、何かも。精神データ、そうだそう、私が研究。精神のデータ化、エデンのシステムの基盤となって。私だけじゃない、私のスエドウ、スエドウだ。記憶を。頼む、私の記憶を。もう私がオペレートし、まずはそのコピーデータを、ハードウェアの数、改ざんされたコピーデータを、私の現在の記憶を。山品さん、これはコピーしたデータがデジタルシフトを起こしてる。プロテクトの除去を阻む何かが山品さんの記憶データの中に仕組まれてるみたいです。
無理しちゃダメだよ。続けていこう。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。続けていこう。行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。
大丈夫ですか？ああ、記憶が一気に戻ってきたので、私の体はずっと。聞かせてください。8年前のデータテスト。ああ、数百人の参加運用実験も兼ね、当時私が所属していたナイルコープは、ベータテストは私と聖堂が指揮を取ったんだ。テストといってもまさかあの体験か。ベータテストの最中、4人はすぐに意識を取り戻したんだ。その少年、兄の他に4。すまないが覚えていない。私は自分の犯した失敗、それを見かねてスエレンネットワークは莫大な金が動いていた。テストは成功した。では、いや、スエドウだけは。4人の子供は意識が戻ると。それはまるで、多くの研究者は
稼働。スエドは力だけは、よ、子供のように目を輝かせてね。ではスエドさん、ああ、だが彼らの記憶奪ったというよりも、私と同様、あの記憶というものは改ざんは。でもそれはスエドに聞いて。しかし記憶の封印。ところで私の記憶を。え、以前の私は仕事にかまけて家族を顧みない父親だっても、記憶をなくした私なら優しい。本当にこのシステムが改ざんできるのは。君の言う通りだ。記憶の人間の記憶というものは脳だけに存在。だからこそたとえ頭をいくら押さえつけ、人間はそういう。だが君たち、頼む、もう一度。これで私はこれ、エデン症候群の謎を解くためにもまた連絡し。忙しいところすまんが、お前さんに。てめえ、こっち空気キモいし撃ちます。うるせえ、ちょっと俺たちじゃ手に負えねえ。you